魔改修の前に現れる黒魔術軍。前回機動丸に一杯食わされたガラシャはルイス・フロイスを召喚する。そこに現れる俵のトータとダギアシャ。トータはフロイスに戦いを挑むことになる。戦いの最中、ガラシャは霧隠れ才蔵を呼び出し、トータが追い込まれるが、そこに謎の男が現れ、時止めの術でトータを救い、その火星のおかげでトータはフロイスに勝利する。トータがフロイスにとどめを刺そうとしたとき、謎の女と男が現れ、滝夜叉たちと黒魔術軍は撤退する。入れ替わりにストク上皇と悪老アベノ生命と夕顔が現れる。謎の男渡辺の綱は夕顔の夫であり、アベノ生命の友である。さらにストク上皇は鶴姫を呼び出し、渡辺の綱と戦うように仕向ける。二人は奪魂の儀式として戦いを始める。戦いは渡辺の綱が優勢となるが、鶴姫の危機に大堀康房が駆けつけ、康房対綱の戦いになるが、康房は倒され囚われの身となる。久喜義孝と道さんの前に現れる末高房。久喜が前回は裏切ったが、今回は高房につくといい、これを高房は受け入れる。そして最後の決戦に黒魔術軍の前に現れる阿部の生命たちとストク上皇。鶴姫に加勢するために村上武義、前田慶次、越智康成が駆けつけ、黒魔術軍対魔界連合軍の戦いが始まる。魔界連合軍は劣勢になるが、戦場をひっそりと抜け出していた前田慶次により捕らえられていた安房を救出することに成功し、安房が魔界連合軍に加勢する。類を見ない激しい戦いとなり、一人また一人と倒れ戦線を離脱し、最後に残った鶴姫と高房の一騎打ちとなる。そして長い戦いの末、鶴姫が高房を倒し勝利する。高房は鶴姫に魂を差し出し、長き因縁に終止符を打てという。鶴姫は憎しみの連鎖を止めるため、もう戦わなくても良いというが、ガラシャに操られたフロイスにより刺され倒れてしまう。ガラシャは滝夜叉、トータ、謎の女渡辺の綱と手を組んで、生命とストク上皇と悪老を襲おうとする。四面楚歌のストク上皇が生命に手を組もうと提案したとき、悪老王に背後から切られ倒れる。そして一瞬の隙をつかれ、謎の女に背後から刺され倒れる生命。謎の女は生命の妻であるリカであった。